話せって。ああ、もうよくぞ。はい、ではローズマリーのお二人です。よろしくお願いします。ちょっとまずピアノの音をいただいていいですか。はい、どうぞ。はい、ローズマリンです。よろしくお願いします。1曲目の曲から。いえいえ。最初2曲は、マイクで歌います。お願いします。まあ、ここ初に言わせていただく、ありがとうございます。よろしくお願いします。振られたわ、忙しそうね。そのまま聞いて、ゆらゆら重ねあげた、お皿とカップの種から。ねえ、ミルク。また振られたわ、ちょっと飛ばさないでよ。この服高いんだから、うまくはいかないわね。今度はと思ったんだけどな。あんた起きたらミルクなんて飲んでてさ、私ずいぶん ね
やり合いをできるといいなと思いながらそんなこと考えない前回あのソロ で一生懸命パンパンになって電車移動してる時にもう頭いっぱいで次のライブと思ってる時に次の時焼けたライブ焼けたアイドルしようかって言ってもだけどあの焼けたアイドルって曲なんですはい、だいぶ前からやろうかやりますはい、どうぞ
校の時ね、テニスやっててマクロ焦げやったんですよ。で全然ね、同級生やったけど覚えてはれへんけど、ただ焦げた人、女の人やったっていうことにしたかあれ、この曲あのやろう言われた時、闇かと思いましたけど、まあ、闇だって気に入った、そうそう、焦げた、マルケンでしたね、もちろん。でも確かにね、ほんまに焦げてたもんね。ほんまに焦げてた、うん、ほんまに焦げてました。私も焦げてましたよ。あー、先生、先生はい、じゃあちょっとややこしいですけど、私もギターを一曲だけ聴かせていただきたいと思います。いいかな。いろいろね、被る曲がとかっていうのは、まあ、あの選曲この方がやるから絶対心配ないんですよ。ごめんなさいっていうぐらいね、あのコアな曲ばっかり選ぶのがローズマーリンなんで、まあそこはあのごめんなさいと言わせてもらいつつ、この曲だけはちょっと心配してたんです。次の曲はレイコ。わあ、いいね。ね、ちょっと聴いてる、知ってるわって言ってもらえるホッとする曲。すごいな、ピアノの上で。僕たち、お祭りには呼んでもらえない感じのバンドなんですね。それ、もう誰それとか知らんしとか。知ってるわ、バラバラ、そんな曲。なんで。ということで、じゃあ聴いて。夏祭りとか縁遠い感じ。はい。ね、ということで、夏祭りっても歌、過去持ってきてないんや。あたいも。あるよ。あるよ。はい。はい、介護介護いろんな意味でね、まあ、なんか介護をしながら進むのなんだ。はい、いきます。1、2、3。レイコ、いい女になったね。惚れられると女は本当に変わるんだね。レイコ、一人で街を歩けない、自信のない女だった。お前が運命のよう、人の不幸を祈るようにだけはなりたく、今夜お前の幸せぶりが風に追われる私の上にいたすぎる。30年持ってるから、ね、物持ちいいな。2本持ってきたん今日。これ2本。あ、これ。
あ、え、ギターは私が持ってます。そうそう、でもなるほど。ちょっと軽いんですか？あ、だいたい軽いです。あの、ね、本物というか、あのレギュラーサイズのやつだと肩に背負ってますし、大阪まで来たらフラフラみたいなものなんですけど、とにかく背中に背負って駅からちょっと走っていこうかっていうのは、まあ、できなくはないかな。最初なんか気持ち悪かったね、どうなるかな。気持ち悪かった。いや、頭がないようなベースやって、頭がみたいな。はい、じゃあまた、曲、さっきのレイコは中村美雪さんの曲です。皆さんご存知だと思います。次、松任谷由実さんの曲、新井由実さんって言った方がいいかもしれません。そうですね、忘れとった。ちょうど松任谷さん、新井さんが松任谷さんになるぐらいのあたりが集中的にこう好きなんですけど、ね、あの頃のアルバムからほじくり出してやるの大好きです。ということで次の曲、ベルベットイースターです。あトラウマを一日したいですね、本当に。はい、よろしくお願いします。
歌の流れを聞いてご
眠るまでなんて